早速やっちゃったね。まあ噛む噛まない以前にあの挨拶は正直ないと思うけどね。朝恥ずかしいから変なことするなって注意してあげたのに。来て早々こんな大ボケかますなんて。ある意味才能だね。ん、何無視してんのよ。嫌味じゃないわよ、純粋にバカにしてんのよ。面倒見てあげるだけいい人だと思わない？ん、何よ。何笑ってるのよ。でも本当にヒロトで大丈夫なの？ほら、新規オープンのお店の店長って話。別に。いや、全然。うん、普通でしょ。全然は言い過ぎかもしれないけど、でもこの学園では特別珍しい存在じゃないのよ。そうなの。特区内の全ての企業支店は学生だけで運営されてるわけだからね。ヒロトみたいに店長やってる人もいれば、将来的には企業を目標に特区に設立された会社を任されてるような人もいるところだし、あくまでそういう人は一部ではあるけどね。基本的に何らかの仕事には従事してるけど、大多数はバイトみたいなもんだし、普通の学生と変わらない学園生活を送ってるよ。何？人の話聞いてる？基本的に何らかの仕事に従事。はい、副賞。はい、そういうこと。本当に注目集めるの好きだね、ヒロト。募集かければ？そうだね。いないかもね。
ヒロトの勧誘文句が滑ったせいもあるけど、みんなの反応が悪いのはそういう事情もあるのよ。このクラスの人間は少数の例外を除いて大体もうどこかの団体なりお店に所属してるからね。困ったね、ヒロト。静まれ、どうどう。紹介はするけど、無理だと思うよ。ふむ。まあそのこと抜きでも紹介しなきゃいけないって思ってたところだし。美咲、どれでもないわよ。違ってば。あれ、おかしいな。どこ行ったんだろう、美咲。お姉さんのところかな。私結構前からここにいたんだけど、ひなちゃん。あれ、ごめんごめん、美咲。美咲、クロス美咲、あたしの親友。親友です。いや、そこは普通に名前から言おうよ。だってひなちゃんが言っちゃったから。自分で言う。というか美咲、今親友って疑問形だった。そんなことはないよ。私だけ、もしかして親友だと思ってるの私だけだった？そんなことないってば。ひなちゃんは大事なお友達で。ああ、なんかランク下がってる。親友から友達にランクダウンしてる。ちょっと、私たちの関係をコントにされたままでいいの？よくない？ですよね。ちょっと、今会ったばかりのヒロトに美咲の何がわかるってのよ。っていうか、ヒロトはもう自己紹介したじゃない。わざわざしなくたって名前ぐらい知ってるよ。
ねえ、美咲。名前は。質問ですか？何でも。何聞いても面白いやつじゃないと思うよ。はいはい。それじゃあ一ついいかな。さっきからずっと気になってたんだけど、ひなちゃんとはどういう関係かなって。それ以外のなんだってのよ。慌ててないわよ。幼馴染なんだ。なんだかすごく仲が良さそうに見えたから、てっきり恋人同士なのかと。バカ、そんなわけないじゃない。なんで私がこんなのと。選んでるから、選んでこんなのだから。やっぱり仲良さそう。美咲、とにかくこいつとは恋人でも友達でもなく、単なる幼馴染だから。当たり前だってさっき言ったでしょ。そうなんだ。ギロ。なんか私お邪魔だったかな。だってよく考えたら二人とも久々に会ったんでしょ。幼馴染がいるなんて話、今までひなちゃんから聞いたことなかったし、二人で話したいこともあるでしょうから、私はこの辺で。じゃあちー。
美味しいもの。それは昨日の会議で伝えた通りに、そのポスターは許可申請をもらってから。そうそう、文化祭における委員のスケジュールの件で今日も会議をしますから、この場にいない人にも声をかけてください。その件については、そうね、会議までに案をいくつか用意しておきます。ああ、そうそう、それとは別件なのですが。ピアケロ大好き。ヒロト、お昼持ってきてないの？どこかに食べに行けば？ん？それは地味に笑えないタイプの不幸ね。明日には治るわよ、多分。学食通りで買ってきたテイクアウトのランチ、つまりはお弁当。あげないわよ。私がどこでお昼食べようと勝手でしょ。嫌がらせ。うん、知ってる。だから来たんじゃない。おいしい。はい。何勝手な税制作ってんのよ。
うん、適当にお店の買ったんだけど結構当たりだったかな。そりゃ蹴りはしたけど踏んでないわよ。それに意地悪はないでしょ。意地悪はちゃんと美咲紹介してあげたじゃない。勧誘がうまくいかなかったのは単純にヒロトが未熟だからでしょ。気になるの？うんうん、確かにね。それは関心。でも美咲は今教室にいないと思うよ。多分お姉さんのところだから。まっ、交渉するなら放課後だね。私と一緒で部活も仕事もしてないし。美咲は仕事してないよ。言ったかな。言ってないよ。ちょっと何よ、本気で言ってるの？それ。ヒロトがどうしてもって。は？何？もしかして私を誘ってるわけじゃない？そうなの。悪いけど、そんな話お断りよ。そりゃまずいっしょ、いろいろ。ダメだよ、女の子はもっとデリケートに扱わなくちゃ。俺はリク、酒井リク。お前と同じ2年 C 組だ。まああんな豪快に滑った後じゃ恥ずかしくて人の顔なんて見てらんなかったろうけどな。それそれそれだよヒロト。
お前に用事があって昼休みになったら話しようと思ったのに、さっさと屋上行っちまうわ。ついてきてみりゃひなちゃんがいるわでな。今まで話しかけるチャンスがなかったわけよ。おうよ、大あり。と、上司には礼を尽くすべきだよな。頼む、ヒロト。俺をお前の店でピアキャロットで働かせてくれ。俺を雇ってくれって言ったんだよ、兄弟。じゃあ、ブラザー。ははっ、思った通り、なかなかノリのいい男だ。あの計算された滑り芸を見た時から、ただものじゃないって俺は見抜いてたけどな。リクでいいぜ、店長。甘いな、ヒロト。オープンを間近に着々と建設されているピアキャロットの店舗、そしてこの時期に突然転入してきた店長候補の学園生徒、無関係ってことはないだろ。バカだな、ヒロト。ピアキャロットほどの知名度なら、名前を出せば従業員の募集なんて一発じゃないか。あの制服を着てみたいって女の子は結構多いと思うぜ。でもそれをしないってのはあれだろ、お前の趣味で従業員を集めようって魂胆だろ。最初にひなちゃんに声をかけるあたり、こいつはプロだなって思ったね、俺は。気が強いのがたまに傷だが、あれで学年人気はトップクラスだからな。そのひなちゃんと会ったその日に屋上でランチ。震えたね。こいつは天才だって。それで俺は確信したんだ。こいつの人を見る目は確かだって。お前とヒロトとなら、可愛い女の子と一緒に楽しくお仕事できるって。置かないでくれよ。え、そうなの？知ってるよ。一部始終見てたし。まあ待てって。諦めたらそこで試合終了だぜ。へえ、大したやつだ。さすがこの俺の見込んだ男。え、ウェイトレスを美少女で固めてウハウハ経営を諦めないって話じゃないのか。志は高くいこうぜ、兄弟。だからヒロト、俺を雇ってくれ。もちろん
フロアスタッフで。いいじゃんよ。わかった。ならしょうがねえ。確かに俺も考えが浅かった。正攻法だけじゃ世の中は渡れねえよな。夢のためにはあえて悪に染まることも厭わねえ。これは俺のとっておきだ。収めてくれ。知らないのか？焼きそばパン。またまた。いちごや。声が大きゅうございます、殿。いえいえ、君知る我知る天が知る。誰も知らないなどと言えましょうか。ま、気にせず受け取ってくれよ。賄賂とかじゃなくてさ、なんつーの、友情の証ってやつだ。おいよ、気にすんなって。うまいか？よし、じゃあ俺を雇え。アホ！意味もなく男なんかに飯をおごるか。手に取っただけなら逃げようもあるが、食った以上は贈収賄成立。俺とお前は共犯だ。観念して雇えよ。でないと鴨下ひろとは焼きそばパンをおごっても恩義を感じない白状者だって言いふらすぞ。可愛い女の子とお仕事したいんだよ。頼むよヒロト。マジ？雇ってくれるか？めんどくせえ。言うと？確かに。お前にとってはそれがひなちゃんだったってことか。
何人だ？何人連れてくればいい？電話すりゃ来てくれる子が10人はいるぜ。シフト？あ、無理無理。だってみんな働いてるもん。なんだ、早く言えよ、ヒロト。言っちゃなんだけどさ、結構難しいぜ、それ。4月とかならともかく、こんな中途半端な時期に仕事からあぶれてるようなやつで可愛い子なんてそうそういねえもん。バカ、そこが一番重要だろうが。仕事やってなくて可愛い女の子なんて、ほっと片手で数えるぐらいだぜ。あ、ああそのぐらいは。なかなか面白い条件じゃん。よし、乗った。この約束忘れんなよ。何？そういうことね。任せろ。すげえの連れてきてやるから。任せろ。すげえの連れてきてやるから。